達で嫌な友達がいるんです。友達だったらさっさと切れたんじゃないですか。そうですよね。一つでも不愉快なことがある時点で自分の人生それが蓄積していくから、そういう人はどんどん排除していった方がいいです。我慢して付き合っている人って全く意味がわからないんですよ。今時の女の子で、まあ、パパ活とかそういうの知ってる女の子に対しては先輩からしてどう思うんですか。先輩ちょっと若いピチピチのことはまた違うと思うんですけど、はい、昔はやってましたか。できないですよ私。人に媚び売れないじゃないですか。私ギャラ飲みとか言ってましたよ。時給でもらえるみたいなやつか。あれすっごいもらえるんですよ。いやそうですよね。びっくりして。時給7000円とか8000円もらえますもんね。いいよ。サイト登録とかじゃなくて、友達に何月何日何時に飲み会あるんで行かないみたいな。で、すぐ帰るねって1時間ぐらいで、じゃあ私帰りますみたいなこと言うと、なんかもっと私からいてみたいなこと言われることが多いんですよ。私結構いい仕事じゃないですか。早く帰る作戦みたいな。帰ろうかなっていう雰囲気を出すみたいな。そうクリニックの総院長とかはなんかカラオケで女の子が90点以上取ったらこう1万円ねバンバン配っていくみたいな、そういうのをねなんかやってるみたいなんですけど。誰ですか。でもそれはもうね、あの相川先生。いやもう今日我らがボス、みんなそれはもう女の子好きな先生はやっぱ多いなって思いますよね。すごいですよね。女の子をそれだけさばいて女の子を相手にしてる仕事をしてるのに女の子が好きっていうことが私は結構すごいなって思っちゃって。名だたるような経営者の人たちってやっぱベース性欲説ありますからね。なんかモテたいとか、自分がもともとモテなかったコンプレックスとかで頑張ってる人、エネルギーが強いんで、もちろんその性の方にもやっぱ欲求強いですし、体力もあるし、ビジネスとやっぱそっちは相関しうりますよね。セックスしたいんだったら風俗行けばよくないですか。僕と知り合いの社長が言ってたのは、有名キャバ嬢とどんだけエッチできるかで、キャバクラ界ではステータスが決まるそうです。なるほど。そう、女の人で言うとどれだけ大企業の社長さんと遊べたかみたいな、そういうステータスに似てるのかな。まあどっちかっていうとジャニーズとかと遊べたかみたいな。大企業の人っていうのはちょっとおじちゃんっぽくなっちゃうと思うんですけど、代々とやったよとか代々と会ったよみたいなのはやっぱりステータスになるんじゃないですか。誰にも会ってないんですけど気づいてないだけじゃないですか。あとあの女子の特有のね、あのあれは自分の記憶から消そうみたいなのありますもん。福山さんに会いたいんですけど鶴町の歌手とかに会いたいんですけど。あの辺はねやっぱりなかなか気合ってるんじゃないですか。相当まずイメージが崩れちゃいますもんね。家族になろうよとか言ってるのにね気を使って生きてるんですね。だいぶそうだと思いますよ。パパ活女子に向けてでしたっけ。1回ずつお金をもらうこと大変じゃないのかなっていう。あとその人がいなくなった時にどうするかっていうのを考えてる人とか、そのために動いてる人はいいと思うんですけど、うん、お金があるうちにサブスクにしてる人もいるみたいで月額制。あー、はいはい、月例えば10万20万とかで月に2回、まあ、会うとか、うん、そういう要は専属契約みたいな感じして、それを 2,3 本走らせたりするんですよね。紙パパみたいな感じでね。周りにいますけど、めっちゃ綺麗な人は相当もらってる人いますけど、いや月100とかじゃないですか普通に。めっちゃ綺麗な人って意外と賢い人が多くて、ちゃんと気も使えるし、はい、男性を立ててあげることもできる。中途半端な人ですよね。あ、なるほどね。そんな感じで男性の持ってるお金は自分のものだと思っちゃう。ああ、そうね。それだと別にね、自分のスキルが上がってお金が入ってるわけじゃないので、うん、そこがエグいですよね。年齢を重ねてニーズがなくなった瞬間に、うん、いきなり庶民の、まあ、収入に戻っちゃう。一瞬のこうね、まあ、ボーナスタイムみたいな感じになっちゃうわけで。けどボーナスタイムあった方がいいですよね。いや、間違いない。ね、20代前半だってお金なきゃ面白くないじゃないですか。間違いない。じゃあそのためにおじ様たちとイチャイチャしなきゃいけないのかっていうね。最初に何百万か稼いで、そこから自分で基盤作って、なんか起業してなんかやったりとかしたらいいんじゃないのって思っちゃうんですけど。それできたらみんなそうしてますけどね。がいいかなと思うんですけど。私みたいに旅行いっぱい行くとか。ヨセケちゃんとかってこう人生を全部コンテンツ化してるじゃないですか。うん、例えば自分がやりたいこと、まあ旅行もコンテンツ化するし、うん、整形も好きでやってて、それコンテンツ化するんで、うん、回収しに行きますよね。そう、回収しに行きますね。そう、それがすごいですね、やっぱりね。かけたからには回収します。結局収支プラスですよね、多分ね。うん、長い目見たら。プラスだし、あと影響力ってやっぱすごいなと思いますね。はいはいはい、はい。そういう先生も思いますよね。そりゃね、だって歩いてたら声かけられるって、自分がそんな存在になるなんて、思ってなかったわけですよ。うんうん、芸能人みたいなね、テレビも全然そんな出たことないのに。影響力はお金より強いなと思っていて、自分が発信したことによって周りがああだこうで言うじゃないですか。うん、それってなんか釣りみたいな感じじゃないですか。コントロールできますよね。うん、思ってなくてわざと発信して、ちょっとガヤを起こすこともできるわけじゃないですか。ちょっと燃やしたりとか、うん。世の中ってこうやってできてるんだなと思いますよね。思いますよね。はい。週刊誌とかニュースとか、そういうのっていうのはもう意図的にね、こういう人たちを煽ろうみたいな感じで書かれてて、すべて台本通りというか。おっしゃる
通りで。ですよね、うん。ちょっと語尾変えるだけで、敏感な人たちがすげえ反応してくれて、インプレッション上がったりとか、そうおもろみたいなね。いや、すごい。あれはもう自由自在にコントロールできるようになるのは、これはいいなと思って。そうですね。楽に生きれる。うん、一つのツールかなと思いますね。冷たい男だと思ってましたよ。いや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 、そんなめっそうもないです。もう僕もね、もう美容整形だと会えてめちゃくちゃ嬉しかったんで。ね、嬉しい。SNS だけのね、つながりだと、わかんないですね。お互いね。そう、会ってみないと、ね。いや、でもすごいですよ。いや、すごいじゃん。頭の回転、思考回路がやばい。頭の中が LSD みたいな感じだ。やりってるやん。すごいな。決まっちゃってますわ。それだけ頭がいいと、人生楽しいだろうなと思いましたね。いろんなものをこう、うがってみちゃうというか、うん、もっと単純に考えた方が楽しい時はあると思うんですよね、うん、人生なんだろうみたいなことになりますよね、最終的にね、うん、人生って何みたいな、暇つぶしじゃないですか。あ、もうよく言ってますね。ストーリー通り、もう生まれちゃったからね。そうで、まあ親もいてってなると、うん、そんなのね、勝手に自分の責任で終わらせるわけにはいかないわけで、こう余命をね、のんびり自分のやりたいことやって過ごすかっていう、どんだけストレスなく、うんうんうん、だからその付き合う人を選んで、変だなって思った人と付き合わないことですね。本当にそれ、一つでも不愉快なことがある時点で、自分の人生それが蓄積していくから、そういう人はどんどん排除していった方が、そうそう、我慢して付き合っている人って全く意味がわからないんですよ。だからさ、会社とかで嫌な上司がとか言ってるじゃないですか。やめればいいじゃん。そう、やめればいい。やめるか、そいつやめさせるように仕向けるだろうみたいな。特に意味がわからないのは、うん、友達で、嫌な友達がいるんです。友達だったらさっさと切れって感じじゃないですか。そうですよね。なぜ付き合ってるんだと思います。いやー、そう思いますね。死ぬ以外はかすり傷と、うん、あとはね、犯罪さえ起こさなければ大丈夫かなと。そうですね、うん。ぜひ開けてみてください。そう、今日細井先生がなんと、でも私本当に全然誕生日祝われたいよって全くないんですよ。そんな女子いないですよ。え、本当にないんですよ。なんでかっていうと、多分私自分で毎日特別な日を作ってて。どういうこと？旅行行って毎日刺激を求めてるんですよ。常に刺激があるから、誕生日祝われたいとか、誕生日が特別だっていう気持ちが別になくて、はい、ただ今回ちょっとオフ会があって日本に戻ってきていて、たまたまちょっと今日しか空いてなくて、細井先生も今日たまたま、あ、そうですね、お時間かけていただけるということで。911なんてまたインパクトのある日ですよね、本当にね。ホテル暮らしだとね、いろいろ大変だなと思ってね。ホテル暮らし超いいですよ。あ、いいんですか。もう同じとこに泊まるんですか。同じとこが多いですね。あ、はあはあ、日本だったらじゃーん、これみんな欲しいやつじゃないですか。チャンスのバスタブレット。わー、嬉しい。何、女子の気持ち分かってる。さすがですね。細井先生でも乗ってるでしょ。運転手さんに聞くんですけど、俺本当に女の子といないよね。本当にいない。いなさそう。あいつ俺のことうざいと思ってるぐらいエンドゥと一緒にいるんですよ。あの、ゴルフ行こうぜ、筋トレ行こうぜ、ロードワークしようぜ。多分ですけど、女の人と喋っててもつまんないじゃないですか、正直。いや、そんね、美容整形ちゃんみたいな人いないですからね。本当ですか？何、褒めてくれる？いや、だって俺の知らないものを知ってるじゃないですか。あ、極端に言えば、例えば帰国子女の方とか、すごい面白いんですよ。英語ペラペラの方だったら、よかったら英語で喋りませんみたいな。勉強になるんで、めっちゃ嬉しいんですけど。知らないことを知るのが結構楽しい、ね。いや、そうなんですよ。めっちゃ好きなんですけど、マジやばいんだけど、とか言って、何がやばいのかよくわかんないけど、そのテンションのちょきついわ、みたいな。そうですよ、ね、いますよね。どうでもいい話をずっとして、結局何言ってんのか分かんない話で時間が過ぎるのか、くだらねえって思っちゃいそうですよ。昔やっぱちゃんと遊んでたんで、うん、思うのがみんな同じ話してるんですよ、女の子って。あ、そうなんですか。そう、みんな同じこと話してるんで、例えば何ですか。その職場どこであれ、バイト先の愚痴だったりとか、まあ、あとは家族のですね、うん、うん、あとは最近これが欲しいとか、これにハマってるみたいなこと、はい、まあ、大体もうそんぐらい5パターンぐらいしか話をネタってない、それな、毎日毎日やっぱいろんな女の子とご飯食べたりとか、なんか頑張ったりとかしてる中で、人間って話題ないんだわと思って、まあ、よくよく考えてみれば、久しぶりに自分の母ちゃん父ちゃんとかだったりとか友達だったとしても、なぜか全く同じ昔のエピソードを、まあ、あれもろかったよなみたいな。人間って相当話題ないわと。確かにって思っちゃいますね。てか今度から人と話すときそういう感じで分析しちゃいそう。それ面白いですよ。だからこの人もこの話するなとか、私ちなみにどんなんですか。だから全然違うんですよ、経験が違うから。これ今撮影なんであれなんですけど、普通にもっと撮影とかじゃなかったら、いや、あの国どうなんですかみたいな、いや、もっと聞きたいとこはいっぱいあるんですよね、はい、説明上手くなってから出直してじゃあ全員やめてどう思ったか。自分の行ったことない国に行ってる人とか、こういうのはめちゃめちゃ好きっすね。今何カ国になったんですか。今49ですね。49、だって世界は180カ国ぐらいあるんですよね。で、俺も南米に行った時に、ペルーから入ってボリビアに降りて、ブラジルはビザ必要だったから、イグアスの滝はどっちか見たかなっていう感じ。そこら辺だから、え、イグアスの滝行きました。行きました行きました。アルゼンチンとかから。アルゼンチン、そう、その通りです、アルゼンチン側からイグアスの滝行って、で、あとウユニ。ウユニどうでした。ユーニめちゃめちゃいいですよ。行った方がいいですか。まあ、一回は。
あとポイントは結構高級なプランで行った方がいいと思います。あ、そうなんだ。僕ら学生だったんでもう三つ星とかぐらいで行ってたんですけど、もう一度これ五つ星限定のツアーとかあるんですよ。あー、いい。これツアーで行ったんですか？当時はツアーじゃないです。三つ星をうまく宿を抑えてって、うん、でめちゃめちゃチープに行ったんですけど、いやこれ豪華に行ったらいいなみたいな。もう移動とかも20時間バスみたいな。あー、ガチですね。そう、ガチなやつ。なんで広いですもんね。マジで広いですよ。でもなんか地獄みたいなバス乗って行くんですけど、マジやばいじゃないですか。だってそういうの乗ってんですよね。ありますよ。エジプトで泣きながら破壊的バスに9時間乗って、ずっと運転手の趣味の B 級ホラー映画を見せられて、ずっとアザーンが鳴りやまず爆弾検査1時間に1回みたいな。爆弾検査あるんですねそう、やば。あ、やっと終わった、また寝れると思った、また1時間後に起きろって言われて。誰か爆弾を持ち込んでるんじゃないかっての検査してるんですか？多分そうじゃないですか。イスラム過激派過激派がいきなり爆竹持って乗り込んでくるかもしんねえみたいな。やば。9時間とかだったら俺も行けるなと思ったんですけど、20は気狂うんですよ途中で。絶対ちょうどこれぐらいの微妙なリクライニングなんですよもう頭いかれてきたわと思って、トイレもうないから、あー、ない、トイレしたい人みたいな、はーいみたいな、じゃあその辺でみたいな、うんうんうん、めちゃくちゃやろこれみたいな、うんうん、全部飛行機で行ったら1時間なんですね飛行機がいいですくそーみたいなLCC でせめて。いや、そうなんですよ。だから南米おすすめっすよね、マジで。まだ南米行ってないですか？メキシコだけなので、今年の秋から行こうかなと。あ、いいっすね。だってメキシコ一応中米ですもんね。あ、そうか。南米大陸の方はまあ、大体みんなそのナスカから入って、そうなんだ、ナスカの地上絵見てウユニ行って、うん、まあ、イグアスの滝出て、でまあ最後アルゼンチンで肉食ってワイン飲んで帰るみたいな。めっちゃいい。いや、アルゼンチンは良かったですね。はい、アルゼンチンも行きたいし。でそのアルゼンチンで泊まったのが日本人宿だったんですよ。あの集団二段ベッドいっぱいあるみたいな、そこに要は世界一周してる人たちっていっぱいいるじゃないですか、旅人泊まってて。そこでみんな結構アルゼンチンで休憩するらしいんですけど。それはみんな日本人ってことですか？みんな日本人ですね。もう180行ってる人とか。やばくないですか？マジやべ。どういうこと？行けるのそれ？ビザとか戦争中とかで行けないところ以外は行ったみたいな。行けるんだ、すごい。だってビザ取るとめっちゃ大変な国多いですよね。めっちゃ多いみたいなんですけど、旅人なんで仕事？すごい楽しそう。生きがい、その宿にアルゼンチン1週間ぐらいいますみたいな人いて、160カ国、やば、それ聞いたことない。100カ国、聞いたことない。そう、まだ40みたいな人たちが結構いて、よくよく話聞いてると、まあ、全員共通してたのは、あ、僕ら日本で社会不適合じゃないですか。あ、なるほどみたいな。みんなやっぱもう日本があんまり合わないんだなみたいな。絶対向いてないと思う、そういう人たちは。で、言いたいこと言っても変な空気になることがもうめんどくさいから。あ、そうですよね。うん、まあ、日本ではもう働けないっていうか、まあ、日本で頑張ってもうギリギリまで働いてお金200万貯めて世界一周してますみたいな。それがいい。私もだって日本帰ってきてるの出稼ぎですもん。出稼ぎで動画いっぱい撮ってまたあっち行ってここで編集したりして3ヶ月分の動画あげるみたいな。はいはいはい。自分もまあね、その変わってますけど、社会不適合まではいかんかなみたいな。まあ、日本で仕事できるんで、なんとか。そういう先生でも海外向いてそうですけどね。あ、本当ですか？で、素直じゃないですか。それドバイでどうですか？麻生先生と続き。その素直かどうかとかうまく表現できるかどうかって結局言語能力じゃないですか。やっぱり英語っすよね。おっしゃる通りです。もう英語がやっぱ流暢に、まあ言うなれば日本語ばりにこう詰められたりとか、うんうんうん、まあジョーク言えたりとか、まあそういうのが必要っすよね、やっぱりね。もうやっぱ頭いいからそこまでちゃんと喋れるようにならないと海外行きたくないみたいな気持ちがあるんですかね。自分の良さがやっぱその言語能力にまあ依存しちゃうというか、っていうのは感じますよね。めっちゃいい。ちょっと教えてほしいですか？誕生日プレゼントの続きを。ボディーローション、嬉しい。こんなね、いい女の香りじゃないですか。やっぱりね、ホテルとかの備え付けってちょっとイマイチなのかなと思ったりするんで。本当そうですよ。はい、嬉しい。これでちょっと彼氏とセックスしようじゃじゃん、ケア&ボディーシャンプー。ありがとうございます。面白いですね、やっぱり。天才。全然普通ですよ。変度で言ったら美容整形じゃのが変ですからね。変はよく言われますねまあまあそんな人いないですからね。これはもうなんか先天的なものなので変え必要がないんですよね、多分。こないだタイかなんかでみんなで集まってました、そのちょっとしたインフルエンサーたちみたいな感じで。集まりました。みんなタイ好きなんですね。タイはいいですね。あ、タイがいいんだ。いい。行ったことありますか？あります、あります。マジでその英語がなまってて。やばいですよね。もうマジ何言ってんのか分かんない。マジやばい。だってなんかカプチーノをめっちゃカプチーノ、カプチーノ、
カプチーノってずっと言ってたら、はぁみたいな感じ。カプチーノはさすがに通じるだろうと思って、私の言うことも通じるだろうと思ったけど、うん、あ、わかったみたいな感じで向こうが言って、カプチーノーって言ってました。やばくないですか？お前のゴミどこ行っちゃうんだよみたいな。でも、2ヶ月ぐらいいると慣れますよ。そうそう、言ってますよね、みんなね。独特のアクセントにね。タイ人のタクシーの運転手さんが、もうすごい、まあどこ行くんですかとか何しに来たのとか話しかけてくるじゃないですか。え、これなんて何語なんだみたいな。うんうんうん、そう、ね、何語なんだと思って、え、英語これ英語って思ったら、だって日本語で話しかけてた。めっちゃ面白い。めちゃくちゃじゃねえかよ、もう、みたいな。いや、もう、すごい訛った英語だと思って聞いてるから、日本語にも聞こえなくなる。一生懸命聞いた。日本語で喋ってくれる。なるほど、日本語か。そうそうそう。喋るんだね、みたいな。結構タイ人日本語話せる人、ね。話せますよね。タクシーのうんちゃんとか、よく喋ってくれるんですけどね。タイに行って、もちろんタイの文化もそうなんですけど、日本人の新たな面を発見するみたいなね。そう、面白いですよね。そう、日本人の海外で、まあ、ずっと暮らしてる人って、やっぱり自己主張がすごいから、みんなで一緒に喋るんですよ。そうそうそう。みんなね、もう聖徳太子 VS 聖徳太子みたいになりますからね。そうそうそう、相づちないから、はいはい、みんなでブワーッと喋って、俺俺俺俺俺みたいな、それがいいですよね。そうですね。日本の場合だと、一回喋って、あ、そうなんだね、みたいな、私はあれがいらんと思って、喋ろう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 。ぜひね、今度海外で会いたい。海外で会いたい、はい。ちょっと海外で美容外科一緒に行きません？忘れてみたいって言って。今日は週末めこさんがドラゴン細井先生とドライブデートしてていいなと思ってシッとしたから、誕生日にデート連れてってくれませんかって言ったら、なんと OK してくれて、それで今日はデートに連れてってもらいました。素晴らしい1年にしていただいて、くれぐれもルーマニアの災難が訪れないといいですね。そうですね。まあでもあれもね、いい経験だったから、ちゃんとこんだけ元気に過ごしてるだけ良かったですよね。良かった良かった、めっちゃ楽しかったです。ぜひちょっとタイミング合わせましょう。待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。